いじめ疑惑が浮上した韓国ガールズグループエイプリルのメンバー、イナウンの実子が妹の過去の日記帳を公開した中、逆風にさらされている。ナウンの実子 A さんは13日、インスタグラムを通じて私がいつも見てきた妹は、過弱くて心配性な子だったため、今回のことで間違った選択をするのではないかと気をもんで過ごしてきましたと口を開いた。また待てば真実が明らかになると信じていましたが、戻ってくるのはひどい逼迫だけでしたとし、妹が明け方に泣きながら家に来てくれと、一人でいるのがとても怖いと電話をかけてきました。妹のところに行く途中、もしかしたら取り返しのつかないことが起こるのではないかと心配で、心臓が張り裂けそうでしたと当時を回想。A さんは真実を明らかにすることが、こんなに難しいことだとは知りませんでしたとした上で、事件が起きた後、会社側は相手方と何の連絡も取れていないそうです。そのため、契約解除をしてほしいと要請しましたが、それさえも返事がありませんでした。しかし、会社が本人の活動を中断させたそうですと状況を説明した。本人の話が合っているなら、それに対する正しい証拠を出してください。嘘によって戻ってくる批判は、私たち家族に生涯拭えない傷として残りますとした A さんは、もし主張が事実なら、両親が送った批判メッセージのキャプチャがあると思うので、丁重に要請しますと訴えた。その上で、A さんはナウンの当時の日記帳を公開。ナウンが2016年に書いていた日記帳を公開しその当時、私の妹は非常に辛い思いをしていたし、今でもあの時のことを思い出して苦しんでしますと主張。しかし、これが逆に裏目に出た。公開された日記帳の裏ページが透けて写っていたのだ。透けてま見える文字を解読すると嫌な人。一緒にいるだけでも。絶対に私の目の前から消えてほしいなど。誰かに向けられた負の感情が書き綴られていた。これを見つけたネットユーザーらは透けてま見える文字は、イヒョンジュに対する感情ではないのかと疑いの目を向けている。芸能を中心としたメディアで記者として活動していたキムヨンホ氏、女優ハンイェスルの過去について暴露。ハンイェスルは20年前にアメリカで個室高級クラブのホステスをしていたという情報提供のメールを公開。強制わいせつひむちゃん、SNS に長文の謝罪文を掲載。これまでのすべての行動を信じて待っていてくださった方々にまずこうして謝罪をしたかったです。自分の不覚と過ちについてすべてをわかっており、そのすべてを申し訳ないと思っております。エイプリルいじめ疑惑。ナウンの実子に送られた同級生のメッセージが韓国で話題。まず私はあなたによる抗うち暴力でトラウマを持つ被害者の一人であり、あなたの妹の事件が起きた時、友達らはあなたの話もいろいろしていたよ。知らなかったけど、太田寺院美術学院でもすごかったらしいね。これは私一人だけの証言ではなく、組み合わせて書いている文なので、誰なのかを推測しようとしないでほしい。あなたは授業時間に教室の後で化粧ばかりで勉強は二の次だったよね。いつも服装不良で、あなたと似ている子たちと群れていたよね。あなた、化粧したことがバレて、独り言で悪口を叩き、教務室に呼ばれたこともあったよね。そんなあなたが、同級生に対してどのように行動したのか記憶はしているの。あなたがどのような気持ちで暴力をそのように堂々と擁護するのか、よくわからない。あなたが XX に借りたたい育着が教室の床の上で転がっていたことを発見したとき、XX の気分がどうだったのか、あなたは想像もできないだろう。あなたが、あなたの親友の孫と一緒に XX の机の前で腕を組んで机を足で蹴りながら、話にもならない理由で謝罪を求めたことはもう記憶もできないでしょう。しかし、どうする?見ていた人が一人や二人ではないし、あなたは覚えていなくても被害者たちはすべてを記憶しているから。実前が練習生だと、学校で有名だと、
自慢していたのが昨日のようだが、時間が流れて今日まで来たね。私はあなたの妹には何の思いも感情もないが、あなたがそのような異臭に対してそのようなシールドを貼ることには呆れるだけよ。あなたがそんなことをしてはいけないでしょう。私はあなたの妹がどのような人なのかわからないので、何とも言えないが、あなたは静かにすべきだよ。あなたが堂々と人々の前でそのような声を出してはいけないでしょう。悔しいの。すべてが昔のことだと。幼かったからそうしていたと。我々もみんなが幼かったよ。あなたには昔でしょうが、我々には未だに価値観や性格に影響が残っているよ。今書いたのはトリアシコレチであり、氷山の一角に過ぎないよ。しかし、長い文を書きたくもない。あなたに対する記憶を思い出したくもない。だから、あなたはもう黙ってよ。あなたの妹やあなたの両親や所属事務所は私には関係ない。あなたはどうか黙っていて、両親があるならば。